ベートーベンの生涯、ロマン・ロラン。ルートヴィッヒ・ヴァン・ベートーベンは1770年12月ライン湖畔にあるボン市で生まれた。彼の父は飲んだくれのテノール歌手で、母は召使い階級の婦人だった。11歳の時、ベートーベンは劇場のオーケストラの一員となり、13歳でオルガン弾きとなった。16歳の時、母が亡くなった。彼女は良い母、愛すべき母、最良の友であった。あの頃、私は真の歓喜と喜びに包まれていた。おお、ふるさとよ、美しい土地よ。今も我が眼前に浮かび、常に美しくはっきりと見える。私が旅立ったあの日のままに。1789年、革命が勃発し、ヨーロッパ中に広がった。ベートーベンは22歳頃ウィーンに引っ越し、音楽家として頭角を現した。だが、悲哀はすでに彼の扉を叩きつつあった。28歳頃から耳が聞こえづらくなり、夜も昼も耳鳴りが絶えなくなった。私はなんと悲しく生きなければならないことか。劇場で役者の言葉を聞くためには、オーケストラにくっついた座席にいなければならない。少し離れているともう楽器や歌声の高い調子の声は聞こえない。商売敵に知られたらどうなるだろう。もしこの病気を治すことができたら、私は全世界を抱きしめるだろう。最初、彼はこの恐ろしい秘密をごく親しい友人のほか誰にも告げなかった。肉体の苦痛に加え、ベートーベンは絶え間なく恋愛の熱情につかまれた。いくつかの熱情は彼の魂を蹂躙したが、その幸福な影響力はいくつかの完璧な果実を実らせた。例えば、月光曲と呼ばれる作品27番のソナタ。古典的悲劇と言うべき第五交響曲。夏の日の神々しい無双、田園交響曲。彼は曲を捧げることで愛する人を不滅化した。我が天使、我が全て、我が自己そのものよ。私の心はあなたに伝え得ないほど満ち溢れている。私はどこにいてもあなたと共にある。不滅の我が恋人よ。あなた以外の人が私の心を占めることは絶対に、絶対に、絶対にありえない。おお、こんなにしたいながら、なぜ別々に生きなければならないのか。我が命よ、我が一切よ、いつまでも私を愛してください。しかし、1810年、ベートーベンが40歳の頃、
恋愛の熱風は彼を残して過ぎ去っていった。彼はすっかり孤独になり、身なりも存在になった。だが、代わりに名声がやってきた。彼は女性も世間も習慣にも気兼ねせず、荒く激しい自己の天性のままに振る舞い、卓越した才能を全世界に示した。やがて数年のうち、彼の名声は最高潮に達した。俺は人類のために精妙なブドウ酒を醸すバッカスだ。人々に神々しい酔い心地を与えるのはこの俺だ。唯一残念なことは、俺が音楽について知っているほどに戦争について知らないことだ。それさえあればナポレオンをやっつけてやるものを。ベートーベンの生涯は嵐の一日に似ている。突如大きな影が横切り、悲劇的な雷鳴がやってくる。1814年、ウィーン会議が開かれると、人々は政治に心を奪われ、芸術を忘れた。さらに音楽の流行はベートーベンからイタリア派へと移っていった。ベートーベンの支援者たちも亡くなったり散っていった。また耳の病は完全に進み、1815年頃から他人と筆談で語るより仕方がなくなった。当時の彼は、パンを稼ぐために作曲するのは辛いことだ。物乞いをしなければならないほど窮迫している。靴が破れ穴が開いているため外出できないこともある。健康も私を見捨てた。何より愛するカルル、息子同然の老いも帰ってこない。彼は悲しみの淵の底にあった。世の不幸に打ちのめされ、苦しめられた。ああ、貧しく病身な男、ベートーベン。まるで悩みそのもののような孤独な魂の主。そして偉大にして崇高なる天才、不撓不屈の征服者。彼は全生涯の目標であったものをついに創造した。情熱の旋風と優秀の虜になりながらも、超人的努力によって一個の神とすら言える歓喜の歌、第九交響曲を。生活の愚劣なさじを常に恩義の芸術のために犠牲とせよ。神こそ万事に優れるもの。1824年5月7日、ウィーンにて第九交響曲初演。成功は凱旋的であった。ほとんど喧騒にまで陥った。凡庸なウィーンの人々もこの巨人的作品に圧倒された。演奏会の後、ベートーベンは感動のあまり気絶した。
一体どんな勝利がこの勝利に被験しうるだろうか。彼は己の運命と悲哀とに打ち勝った勝利者であった。そして悩み戦っている人々の永遠の友となったのだ。悩みを突き抜けて歓喜に至れ。1826年11月、ベートーベンは肺炎を患った。やがて闘病の末、最愛の甥カルルを遺産相続者に指定すると、1827年3月26日、彼自身の言葉によれば、喜劇の大団円を迎えた。彼のまぶたを閉じてやったのは、雪吊りの見知らぬ人の一つの手であった。